どうも、形はコンシーサルでーす。やっぱ遠足って懐かしいなと思って。ああ、懐かしいね。うん、特にお弁当がね、懐かしいなと思ってさ、ちょっとその感じ、やってみよう。うん。いやー、遠足楽しいねー。ああ、楽しい。ああ、釣れたよ。よし、お弁当食べよう。うん。どんなお弁当かな。うわー、美味しそう。いただきまーす。美味しい。やっぱいっぱい歩いた後のお弁当は違うね。美味しい。君はどんなお弁当だった？虫。虫。あ、じゃあおかず交換とかする？あ、え、あ、あ、ちょっとちょっと、あ、ちょっと、おお、あ、カニ食べてるでしょ君。折ってたけど、カニでしょそれ。カニ食べてるでしょそれ。遠足でカニ食べてるでしょ。いや、その黙り具合もカニ食べてる時のやつだから。カニって夢中で作業して食べるから黙るんだよ。そうやって親戚とか集まってもカニ食べてるでしょ遠足で。君なんでカニ食べてんだよ。2杯目行こうかな。いや、おかわりしないでよ。なんなんだよそれ。バシャン。いけず背負ってきた？バシャンって、なんか水も落としたけど、水も落としたよ。いけず背負ってきた君。いけずにカニ入れてきた人。どうしたの？どうしたのじゃないよ。カニ食べてるでしょ。いけずにカニ入れて持ってきて、やってるでしょ、それで遠足を。なんでカニ食べてんだよ、君。あ、運動会の時か、カニは。違うよ。運動会のお弁当にカニ持ってきてる人いないよ。カニはテストの時？違うって。テストの休み時間にカニ食べないよ。あ、じゃ文化祭か。学校にカニが出る幕ないから。カニって校門通らないんだよ。あ、じゃあイケスがダメだった。なんでカニが原型って分かんないの。カニがダメなの。カニが違う。カニ持ってこうとするからイケスを持ってきちゃったんでしょ。ああ、じゃあカニのこの足の付け根をこう前にこう持ってきて、あのリュックみたいにしょうじゃ。そんな海上がりたてのアーマーじゃないんだから。海上がりたてのアーマーじゃないの。そんなこんなカニしょって遠足の子でそんないないから。このアーマーみたいな浜でもいないよそんな子供。あごめんね。なんか僕クラスで一人はいる独特な子になってたね。いや、クラスに一人もいない独特な子になってたよ。あ、でもそういえば遠足っておやつもあったね。あ、おやつね。あれも懐かしいね。じゃあちょっとおやつの感じもやってみよう。うん。わあ、おやつだ、美味しそう。おやつだ。あ、僕チョコ買ったんだけど、君はどんなおやつ買ったの？あ、僕はね、うん、あのカニしゃぶ。カニしゃぶ？うん。あのカニしゃぶでね、弁当を、うん、あのおやつで凌駕したくて。意味不明なこと心もないの。なんだ弁当おやつで凌駕したいって。 あとはね、こうカニの甲羅のとこにあるあのカニ味噌を取って、うん、でそこにカニの身を入れたやつ。もうそんなことしないでよ。下道な。そんなカニの味噌を取ってカニの甲羅からそこにカニの身詰めた料理なんか持ってきたの。じゃあ君何、そのマグロの頭に赤身入れるたち、牛神戸にカルビでも入れるの君。そんなことしてカニを人の業で調理したくて。そんな共感してはいけないようなこと言ってるね君ね。なんだその思想、子供で。あ、でもあとはね、あの何、こうカニバサミで切ったあのイカ。なんで君そんなカニカニしてんの。何カニのハサミで切ったイカって。なんで君そんなカニカニしてんの。弁当もやつも全部カニでしょ。カニないって子供でそんなカニガニしてる人。え？カニガニしないんだよ。それ1万とかするでしょ、カニシャブとか。安くても。300円までだから、おやつは。あ、でも本当は、うまいと持ってきたかったんだけどね。うま？遠足に？でね、その馬を、こう、傷つけるんだよ。君、動物愛護団体の対抗勢力とかか？何をしてんだよ。で、ことして。そのね、傷つけた馬からこう滴る
この血を吸う、あの、地下料理が食べたくて。地上それ引くんだよ。地上それ引くってすごく。で、地下は地下でもさ、マントルくらい地下の料理じゃないの？そんなの。馬傷つけて仮のハサミで。で、血吸うって、それ出てくるのね。やばいでしょ、それ。え、でもこれ、ウッズ好きだよ。はぁ？あ、タイロンウッズ。え？タイロンウッズ、これ、好きだよ。ウッズ、下道カニより食べないでしょ。なんでウッズ、下道カニより食べてんだよ、それ。しないよ、そんなこと。え、でも、ウッズ、地下外人枠だったよ。だって、プロ野球で地上しか枠ないよ。助っ人地底人じゃないからね、ウッズ。地底人がいっぱいホームラン打ってことじゃないんだよ。なんだよ、君。いやでもなんかここまでカニの話してたらなんかすごく食べたくなってきちゃったな。お前の話ではならないよ。まあどうでした。